出張は嫌いだ。行きたくもない場所に行かされることは私にとって苦痛でしかない。だって私、旅とか嫌いだし。ていうかここ何？なんかすごいんだけど。仕事仕事、早く終わらせて帰ろう。ああ、そうなんですか。すいません、ちょっと緊急の案件が入ってしまいまして。あ、いえ。あ、そしたらまた落ち着きましたら連絡ください。はい、よろしくお願いいたします。失礼します。とっとと終わらせて東京に帰りたかったのに、どうやって時間潰そう。お腹減ったな。大田名物穴子丼いただきます。なんだあれ。あれはね、たてがみ岩っていうんですよ。右側の岩がたてがみ岩、そして左の方がたてがみ島。なんでもこのたてがみ岩はおよそ1500万年前からここにあり、日本遺産にも登録されたらしい。映えるな。もしもし。わざわざ東京からありがとうございました。あ、いえ、こちらこそ無事にお会いできてよかったです。どこか行かれました？あ、成砂とか、あとたてがみ岩とか。あ、穴子丼も美味しかったです。そうですか。あ、じゃあせっかくなんでここにも。そして私は市役所の方に勧められたまま。じゃあこの面に自由に書いてください、お姉さんの思うままに。あ、これは神楽。ここら辺のは岩見神楽っていうんですけど、こういうお面をつけて衣装を着て神楽を舞うんです。まあ舞踊とか演劇みたいな、地元の人間たちが代々引き継いで演じ続けてるんです。神楽。100年以上前、江戸時代から残る町並み。空を広く感じるのは電信柱がないからか。
ただきます。お母さんも初めましての方たちと毎日一緒に毎日お食事いただくんです。そうなんですよね、すごい。まあ、読書はもちろんいろんな知識を得られるし大事だと思うんですけど、旅に出ていろんな人に出会ったりとか、その地域の歴史に出会ったりとか、いろんなことでね得ることがその人の成長になると言った人がいるんですけどね。私は何も知らなかった。知らない場所へ行って知らない人たちと出会って、その土地に触れ、美味しいご飯を食べながら面白い話を聞く。そうか、これが旅なんだ。来てくださってどうもありがとうね。こちらこそ。今度は仕事じゃなくて遊びに来ますね。はい、ぜひ。出かけてきます。すいません。すいません。はい。まだ入れますか？